ナンバーアンダーライン愛発初アルバム、ノーアイ、ついにリリース。メンバーの思いが爆発。インタビューナンバーアンダーライン愛ア,アルバム、ノーアイ推しポイントをメンバーが熱弁。聞きどころ満載。平野翔、神宮寺優太、岸優太による、ナンバーアンダーライン愛のファーストフルアルバム、ノーアイナンバーワンが今日23日、リリースされる。オリコンニュースでは、 今作への思いや2023年10月の結成からこれまでの活動について、その原動力などを聞いた。1ST フルアルバム、NO, I, は名島と存在、バラ、万華鏡、シグネチャーと表現。今作は、デビュー曲、GOT をはじめ、平野プロデュース楽曲、BON, 神宮寺プロデュースのアルバムリードトラック、INZM, 稲妻など初回生産限り定番は全13曲、通常版は14曲となる。 ナンバーアンダーライン愛発となるソロ曲も収録。神宮寺のソロ楽曲、バイ7分の24は、キーン、シーケイ、ヘのソロ楽曲、透明になりたいはウンディがプロデュースを務めたほか、騎士のソロ楽曲、レシピは騎士が自らプロデュースした。アルバムのリードトラック、INZM は、中毒性のある特徴的な楽曲でテレビや YouTube などで披露するたびに話題となっていますが、手応えはいかがですか 神宮寺、やっと皆さんの手元に、INZM が届いたことの嬉しさと達成感があります。それと同時に、パフォーマンスをした際の皆さんの意見や MV の考察を楽しませてもらい、良かったなと思っております。ナンバーアンダーライン愛として初のソロ曲が収録されています。仕上がりはいかがですか岸、たくさんの方にサポートしていただきながら出来上がったので、胸を張ってリリースできる感覚です。 平野、の満足のいく楽曲ですし、何より僕自身がすごく好きな曲になったので、この歌とこの気持ちを共有できるのを楽しみに待っています。神宮寺、自分で歌って伝えたいことが一曲に詰まっているので、初めての経験ができてよかったと思っています。1ST フルアルバム、ーアイを一言で表すとしたら、その理由とともに教えてください。ホーム、 オリコンニュースオリコンミュージック t o p ナンバーアンダーラインアイ心を曲げずに好きなものを届けたい初のフルアルバムに自信胸を張ってリリースできるインタビュー2024年9月23日0600オリコンニュースナンバーアンダーラインアイ心を曲げずに好きなものを届けたい初のフルアルバムに自信胸を張ってリリースできるインタビュー平野翔神宮寺裕太、岸優太による ナンバーアンダーラインアイのファーストフルアルバム「ノーアイナンバーワン」が今日23日リリースされるオリコンニュースでは今作への思いや2023年10月の結成からこれまでの活動についてその原動力などを聞いたファーストフルアルバム「ノーアイ」をリリースしたナンバーアンダーラインアイ撮影コバシーオリコンニュースインコーポレイテッドファーストフルアルバム「ノーアイ」をリリースしたナンバーアンダーラインアイ 撮影、コバーシー・オリコン・ニュース・インコーポレイテッド。写真ページを見る。写真、その他の写真を見る。1ST フルアルバム、ノー・アイは名島と存在、バラ、万華鏡、シグネチャーと表現。ファーストフルアルバム、ノー・アイをリリースしたナンバー・アンダーライン・アイヒラのショー。撮影、コバーシー・オリコン・ニュース・インコーポレイテッド。ファーストフルアルバム、ノー・アイをリリースしたナンバー・アンダーライン・アイヒラのショー。 撮影コバシー・オリコン・ニュース・インコーポレイテッド写真ページを見る AD の後にコンテンツが続きます今作はデビュー曲「g o トをはじめ平野プロデュース楽曲「ボン n 神宮寺プロデュース」のアルバムリードトラック「INZM」「稲妻など初回生産限り定番は全13曲通常版は14曲となるナンバーアンダーライン愛発となるソロ曲も収録 神宮寺のソロ楽曲、バイ7分の24は、キーン、シーケイ、平野のソロ楽曲、透明になりたいはウンディがプロデュースを務めたほか、騎士のソロ楽曲、レシピは騎士が自らプロデュースした。アルバムのリードトラック、INZM は、中毒性のある特徴的な楽曲でテレビや YouTube などで披露するたびに話題となっていますが、手応えはいかがですか神宮寺、やっと皆さんの手元に、 INZM が届いたことの嬉しさと達成感があります。それと同時に、パフォーマンスをした際の皆さんの意見や MV の考察を楽しませてもらい、良かったなと思っております。ナンバーアンダーライン愛として初のソロ曲が収録されています。仕上がりはいかがですか騎士、たくさんの方にサポートしていただきながら出来上がったので、胸を張ってリリースできる感覚です。平野、満足のいく楽曲ですし、 何より僕自身がすごく好きな曲になったので、この歌とこの気持ちを共有できるのを楽しみに待っています。神宮寺、自分で歌って伝えたいことが一曲に詰まっているので、初めての経験ができてよかったと思っています。1ST フルアルバム、n o アイ i を一言で表すとしたら、その理由とともに教えてください。ファーストフルアルバム、n o アイ i をリリースしたナンンバーアダーラインアイ神宮寺歌撮影。 コバシーオリコンニュースインコーポレーテッド。ファーストフルアルバム「n o イをリリースしたナンバーアンダーライン・アイ・神宮寺勇太。撮影、コバーシー・オリコン・ニュース・インコーポレーテッド。写真ページを見る。AD の後にコンテンツが続きます。平野、バラです。フローラルないい香りがする中でもトゲがあって、尖った僕たちも見られて、バラのいろいろな面とこのアルバムが似ているところあるんじゃないかなと思います。 騎士、万華鏡です。神宮寺、顔文字、かめっつら、独特な間に思わず笑う。騎士、万華鏡っていろんなカラーがある中、一つになった時の美しさを描いているので、平野、よしよし、騎士の背中を撫でながら、神宮寺、シグネチャーになったかなと思っています。ゴート、グロウユアーカバー、ボン全部入っていますし、自分たちがまだやったことない曲も入っていますし、 いつも僕たちがやっているような曲もあるので、象徴となるアルバムになったかと思います。平野、名島となね。ノーアイの推しポイントを教えてください。神宮寺、リードトラック、INZM やそれぞれがプロデュースしたソロ曲もあります。騎士、三人で作った曲も、ハイパーバンドバージョンもあります。盛りだくさんです。神宮寺、 どこから聴いたらいいかわからない人形に1曲目から順番も決めてあるので、ぜひ最初から聴いていただいて、何周もしていただいて、お気に入りの曲を見つけていただければと思います。音楽活動に達成感、準備期間を濃く過ごせば過ごすほど原動力を明かす。n o ーアンダーライン愛は、2023年10月に結成。グループ名には、オンリーワンや、 愛を応援してくださる方たちと共に歩んでいきたいという思いが込められている。4月には、アメリカで開催された世界最大級の音楽フェスティバル、紅茶選ばレイ・ミュージックアーツフェスティバル2024で、88ライジングが主催する特別ステージ、88ライジング・フューチャーアスに出演し、話題となった。5月27日には、2アルバム、ノーオーリング・ナンバリングをリリース。リードトラック、ボンの MV は、 公開から2日で1000万回再生を突破するなど、注目が集まっている。1ST フルアルバムは、ナンバーアンダーライン愛としての集大成第一弾とも言えると思います。活動開始から振り返っていかがですか神宮寺、何ヶ月も前から自分たちで準備して、細かいジャケシのデザインなどいろんな過程を踏んで、やっとワンパッケージ出せるので、その度に達成感がありました。たくさんの達成感があったなと思います。 平野、新曲を出すタイミングではすごく達成感を感じますし、神、神宮寺も言っていましたが、準備期間を濃く過ごせば過ごすほど、世に楽曲が放たれた時の達成感がすごく大きいなと思います。ILIs、ファンネームの皆さんがこの楽曲を受け入れてくれた時も達成感を感じます。岸、充実感が大きかったです。一つ一つの曲と向き合うのは楽なことじゃないですが、 リリースした時にファンの方や僕たちに興味を持って聞いてくれた方のコメントや感想をいただくと、達成感もですし、反響が大きかったという意味で充実感がありました。今後の目標は、神宮寺、もちろん、大きい目標もたくさんあるのですが、自分たちのこういう曲を出したい、こういう表現をしたいという思いを忘れずに、今のように自分たちが良いと思う曲を出し続けられることが目標です。簡単ではなく 難しいなと改めて思ったのでそういった心を曲げずに好きなものを届けたいというのがこれからの目標です平野うん、深く頷く活動の原動力は神宮寺聞いてくれたり見てくれたりする方がいてこそ自分たちは曲を出したり作品を出したりすることができるので原動力はそこです